大問4、文字式についての問題に入ります。括弧1、下の図は縦2センチ、横 X センチの長方形と、これのことか。一辺2センチの正方形を並べたものである。この時、文字式2括弧 X プラス4は、斜線で示された長方形でどんな数量を表しているか書きなさい。まずね、パッと思い浮かぶのは面積なんだけど、面積の場合、ここ、下に書いてもいいけど、上に書くね。x2 だから、これはもう x プラス2センチ。これ以上表せられませんよね。ってことは、これは面積だとしたら、縦かける横なんで、2かける、かけるは省略して、かっこ x プラス2となるはずなので、これ面積ではありません。ではなんだということになって、他に考えられるのは、この周りの長さとかそういう数字ですよね。で、見てみると、赤も使おうか。ここのところの長さが x プラス2。で、ここが2だね。で、この横の部分と縦の部分の合わせ長さは x プラス2足す2なので x プラス4になります。で、この2括弧 x プラス4ってのはこの x プラス4を2倍してるよね。だからこの部分とこの部分ってことになる。いいかなってことはこの文字式2括弧 x プラス4が表せるのはこの長方形の周りの長さってこと。いいですかってことで答えは長方形の周りのでもいいけんね、中学に入ってから用語で周っていう言葉もある。周の長さ。まあ、里入れれば周りになるから、まあ、里がないだけなんだけど、この言葉も使えるようにしておくといいと思います。で、過去2番、A 本の鉛筆を B に3本ずつ配ろうとしたら、鉛筆が不足した。この数量の関係を不等式で表しなさい。まあ、どっちの問題もさ、求め方とか書いてないじゃん。いっぺんに出そうと思えば出していいんだよね。で、どうするかな。答えね、いくらでも考えないんだよ。まずね、この B に3本ずつ配ろうとしたから、3×B。3×B で 3B 本配ろうとしたってことはいいよね。で、まず考えられる答えは、この 3B 本は A 本よりも多かったってことなので、A、小なり 3B。いいかな？大きい方に開いてるから、3B の方が大きいんで、A、小なり 3B。これが一つ目の答えとして考えられます。あとはね、A に配ろうとして、3B だと足りなかったってことだから、こう 3B 小なり0。こういう答えも考えられますね。あ、でもこっちでいいか。そうだね。もちろんね、逆にして、3B の方が A より多かった。こういう答えでもいいですし、まあ、同じ意味ならどれでも正解です。